マルコス・ガルシア・フェルナンディスは、スペイン・マドリード州産・マルティン・でバルデ・グレシアス、出身の自転車競技選手、避難サイクリングチームに所属。コパでエスパーニャの U23 で年間ランキング3位、などの活躍が認められ、2008年8月カルピン、ガリシアにトレーニーとして加入。2009年、シャコビオ・ガリシアに正式に加入。プロ1年目にして、ブエルター・ムルシアで、 総合16位に入り、ジロでイタリアにも出場し、総合51位で完走。2010年、前年を上回る活躍を見せ、グランプレミオデリオディニー、ブエルター・アラリオハで3位に入るなど活躍。ブエルター・エスパーニャに初出場、エセケル・モスケラの総合2位をアシストし、総合44位で完走。しかし、所属先のシャコベオ・ガリシアは2010年一敗で、解散した。 ギリシャ籍のコンチネンタルチーム、KTM ムルシアニー籍。前年2位に入った、グランプレミオデリオディオデサニー、スペイン選手権、ロードレースで9位に入るなど活躍したものの、8月2日で契約解除。2012年、スペインのプロコンチネンタルチームであるカハルラルに加入。自身2度目のブエルター・エスパーニャに出場。第4ステージでは、終盤メイン集団からアタックし、 勝利を確信し、ガッツポーズをしてゴールしたものの、逃げの3人が先にフィニッシュしており、幻の勝利となった。総合27位で完走。ジロでイタリアブエルターエスパーニャ。ありがとうございます。